はい、それでは始めてください。さあ、ワンピー側に座るはマヒルさん、おなじみのテンスを最初選んで、残り2キャラはウラシル、ウラクリスへのオーダーセレクト。さあ、ウサギさんの方は先ほどのアンディをネームレスにチェンジして、先方もマスミ。さあ、メイクジャムに刺さってワンコンボ、こうなってしまうとケースは非常にきつい。 PC からリレーで先行者がつながる。さあ、脅迫さんとで爆発を稼いでいく。さあ、冷たくガード、うまく今ガードしたんですけどね、めくりを。そうですね。おっと、まひるさんがちょっと追いすぎたぞ。おっと、あーっと、壊しから先行ラッシュ下がって、おー、しっかり行く。あのかなり厳しい状況から逆転、点数が活躍している。さあ、思わぬ形で先方戦を落としてしまった財産、中堅クーラー。マキャン、ここは使っていく強気。さあ、しかし流れてあーっと、全然しないようにしっかりとどめて中堅戦へ。いい子だ。さあ、マユルさん、中堅はブラシル、ゲージがないのがちょっと心もとないが、さあ、強烈に下がってしまって、おーっと、これは、おーっと、いやー、ゲージを使わせていくスタイル、これは見せる。おーっと、飛び込みが下がっても無知にはいけず、あ、てか、しゃがんだから無理なんだ。あ、なるほど、今のは状況判断しっかりしていた。さあ、依然最初のペース、おお、立ってくれしまう。ガーキャン、いや、やはり地味にあの1ゲージ減らされたのが痛かったですね。そうですね、クーラー側が2ゲージ使うって言っても結局すぐ回収できちゃいますから。確かに。さあ、またしてもダメージを追い詰めてしまう。いい投げ、おお、そこは、おお、しっかり、うわ、フォローする。バキャン、いやー、ウサイさんのクーラーの片目がうまい、うまい。おーっと、ここでこれは、おー、いやー、今のは絶妙、まだわからない。ゲージもダメージ数、なんとか最初生徒も連れ込ませる。おーっと、ここはしっかり見ている、というかよくしっかり仕込んでいるといった方が、あーっと、ここはおーっと、おー、ちょっとコンボミスったが、飛んでいて食らってしまった。何か他のコンボを選択しようとしたんですかね。何かやろうとしたのかもしれないですね。どうもあれ、財産の勝利ということで、はい。さあ、ワンピー側、続いては俊也さんです。さあ、紅白戦、今日の紅白戦は本当に長丁場でかなり、そうですね、いろんな試合が見れて楽しいですよ。今35人、6人かな、後からすごいどんどん増えていきますよね。そうですね。さあ、俊也さんの方はおなじみの3キャラ、低ダッシュ、強クリス、宇佐井さんはもう先ほど変わらずですね。あーっと、強倍率が、これは治療行ってしまって、シャーシー前見したらうまい。さあ、ナロー若干めり込んだが、おどがめなし。さあ、ワイヤーで当たって、あーっと、強倍率、これは早かったが、空振ってしまう、もうおどがめなし。さあ、リードしているのは俊也の方。おっと、前見持ってしまうが、
これはしっかり強バイツ、エースピン強バイツ最大コンボ。おっと読んでいたっぽいが、おーっとこわ、ナローが空中ヒットしたために強バイツで追い打ち。うまい判断がよく見てましたね、すごいですよね今のは。いい状況判断。さあ前方先制したのは俊也さんの方。さあ早めのミニッツで仕掛けていく、アイビーしたら、あーっとこれはちょっと痛いゲージの消費の仕方だが、あれはい俺もたまにやります、ね、ありますよね、俺もやったことありますわ。なんかこうガチャガチャってやられて手元がありますよね。ちょっと痛いゲージの吐き方してしまったが、まあ体力的にはほぼほぼの状況。さあなぜか弱小が漏れてしまって大嫌いに刺さる。おお AC から先行者つながり、力強い。さあ出す技全部当たっていく、レッド刺さるも、うまい、おお正面しっかりコンボ決めて、いやー D 投げを仕掛けたが D ワードしていた。なんか落としたら C 投げでもあれ潰されたような確かに感じでしたよね、はい、恐ろしいジャンプ D。さあ一転して苦しい状況になった皆さん、しかしクリスには強力なグライダースタンプがある。さああっとこれは苦しい、苦しい、苦しい、抜け出せない、いやーあーっとこれはミスしてしまう。だあネームレスと同じような感じで消費体育を押し込んでいた。いやー先ほどから宇崎さんの連勝が止まらない。ゲームオーバー。さあ次行く方はまあどなたでももう大丈夫な感じですが、まだ行ってない方で行きたい方いらっしゃいましたら、じゃあ僕が行きますわ。あ、行きますか。行きます。わかりました。ここで座るのははい、スタートボタンを押してください。 1P アスペチョ、アスペチョことヒロト。さあまずは先方、アンディ大、カスミ。さあウサギさんはカスミからネームです。ヒロト君もいつものメンツですね。アンディ、フラドバ、カスミ。まずはジャンプ D から大一のが入る。これは大ダメージ。まためくっていく。これは死ぬか。さあ2回読み負けて死んでしまう、恐ろしい火力。中堅クーラー、ここは粘りたいところ。斜め差しはしっかりガードしてブレスに引っかかる。さあ果敢にめくるように狙っていくヒロト。なんとか中間距離遠距離で勝利していきたい、ウサギさんですが、ここでまたワンコンボ割れてしまう。ここはゲージを吐かない。まずは画面端。さあここはよく見ている追い打ち。さあしっかりガード硬い。さあねじ込む形の遠視、非常に使い方がうまい。一気に追い詰められたウサギさん、大将ネームス。これまずはジャンプ C、 しっかりジャンプ A をガードしていたが、ここはミスる。しかしやり直しができない。これはヒロト君がだいぶ美味しい状況だが、ここは上を見ている。ここは殺しに行く構え。さあ流れるような連携でまずは取り返していく。
ここでヒロドの中堅、裏ロバさあ、ネームセ側のゲージがないのがちょっと痛いところか。から自給自足しつつ倒していかなければならない。なかなか茨の道、まあ、先端刺さる。さあここはサマーが変な感じでスカッてしまって、これ美味しい。しっかりヒロトのネームですが、ここはねじ込んでいく。ここから走り込む。ここで決まってしまう。これはまさか死ぬのか。死ぬ、減りすぎ。ここでウサギさんの連勝が止まり、ヒロトの勝利。ゲームオーバー。続いては誰が行きましょう。まだ出てない方なら誰でもいい状態ですが、あ、ワイディさん行きます。さあ、それではスタートボタンを押して始めてください。スーピースワーのは YD 過去35って書いてありますけど、YD35 バーサス3大ハイデルンの最後の砦で YDオーダーセレクト。先方はアンディ対ウラタクマ。まずはいやー、これうまい。しっかりカウンターを確認している。足場で刺さって、これはヒロトベースか。さあ、どっかでねじ込みたい。ここで足場で刺さって、ここはしかし下段。さあ、大一番入らない。さあ、足場が非常に機能している。さあ、ここは光剣をジャンプ D でかわして、まずはヒロト。ここで中堅シャンフェ。さあ、これはなかなか珍しい組み合わせだと思うんですが、さあ、当て身に AC が確定している。さあ、弱小旅団追い打ちして当て身ダッシュ投げから下段、中の下段はしっかりガード。さあ、足払いに AC を差し込んでいる。さあ、近くの台では直樹さんが顔連打している。これ中堅ラロバいやー、ジャンプシーから直クズリュウからスリア大ダメージ、投げを外して避けて、あ、おっと、あれはよく見る光景。足場で刺して非常に展開が早い。友人客ガード、ジャンプ飛ばしが刺さり足払い。さあ、足払いがすごい当たっている。なの吐きとして今度は中段ガード、投げを外す。足払いと吹っ飛ばしが相打ち、非常にいい勝負。ドローでここで迎える大将戦。霞対ハイデルン。さあ、これもかなりの聖戦の一個ではないでしょうか。足払いさして、さあ、なんとか端に追い詰めたい。ワイリー、しかし逃げるのがうまい。ここはうまい。追い打ちは入らないものの、中段は空中ぐらい。あっ、これはちょっと安かったか。さあ、ワイリー苦しい。おっ、だっだっだがっかりな試合になってしまう。あのしゃがしはがっかり。
勝ったのはヒロト。ゲームオーバー。さああと、残っているのが、ユーピーさんとあと自分とライスさん。あ、はいはい、ユーピーさん、それではスタートボタンを押して始めてください。班長さん、うさぎさんとともに、一緒に来ていただいたプレイヤーユーピーさん初参加になりますね。そう、危ない。オーダーセレクト。なるほど。はい、それではまずは、アンディ対ケイダッシュ。ユーピーさんのチームもかなり盤石のチーム構成。さあ端に固めていくのはヒロト。足場へ差し込んで、さあジャンプチェ非常に強い。さあ中段と処理団、あいつか。足場へ刺して、さあジャンプ C がかなり機能している。さあ状況はほぼ五分。ラインでうわー強引にねじ込んでいく。最後はジャンプ C。 さあしかしユーピーさんもかなり粘ったので状況はそこまで悪くないか。さあガーキャンは遠視で押し置き、さあ空中重ね当て乗っけて、ここはギリギリ間に合うか間に合わないか。ガーキャンで追い返して、もう一回追い返して、ここは勝っておきたい。ジャンプリーからしゃがみ B、 しゃがみ A 先行。ここでヒロトの裏ロバ。さあユーピーさんのゲージがちょっとないか。さあこの前がかなりきつい。ここは位置を入れ替えて竜神客からしゃがみへ。いやーこれはうまい。しゃがみ A で一確認している。どうしてもあの駒投げの脅威があるので他の攻撃もちょっと食らいがちになってしまう。この裏ロバ非常に強い。さあユーピーさん1枚大将ネブス。ここは前へねじ込んで、さあ勝利しっかり上を向いている。さあ班長さん、うさぎさんもそうですが非常に静岡勢レベルが高い。さあここは避けて昇竜先端をしっかりガキャン対策している。ここはちょっとコンボミスか。まあいいえ。さあ昇竜飛び越してしまう。ここは本気、とっさによく判断した。しっかりサマーまでガードして、あそこでガードを選択、素晴らしい。イゾルテ、これはワンチャンあるんじゃないか。さあ襲いかかるネメス。さあここはやはり先行。さあ強いヒロト君が勝利。これであとはもうかなり後半ですが、あ、それでは ATM さん、2ピースあるのは ATM。 ここ最近の紅白戦ではいろいろ見せてくれている ATM さんですが、今回もかなり期待がかかる。チームはいつものメンツ。
まあ、裏剣するジョー。さあ、開幕かぶっていくのは ATM。 これは美味しいワンコンボが刺さる。さあ、ジャンプチー空対空非常に強い。しかし逆にヒロトがワンコンボ。さあ、今度はちょっと立場が逆転したか。しかしリードしているのは ATM。 さあ、空対空でほとんど負けていない。投げを外して今度は空中投げ。ここは削り切る強気。まあいいえ、ヒットしっかり人確認。ヒット場所はカウンター。これは痛い。いやー、これは前転を読んでいる。下がってしゃがみし確定している。まるで98かのようなロバートの連携。さあ、斜め下 B は入らない。ちょっと危なかったか。足払いから中段。さあ、飛び込みが入るが強引に割り込んでこのダメージ。さあ、ガーキャン釣りか。さあ、しっかりガードしている。足払いから、いやー、先端龍神脚に引っかかってしまう。さあ、これ大将上。いやー、これは痛い。大ダメージ。あー、スクリューが負ける。もう一回、もう一回だー。これもがっかり。勝ったのはヒロト。